経験もありがとう。はじめまして、昨日劇場で見てました。ありがとうございます。神ありがとう。神ありがとう。今から始まった。じゃあ大丈夫か。こんばんは。輝きありがとう。神ありがとう。神ありがとう。あ、そう、テレップやらなきゃ。性欲の目初日ありがとうございました。目ほい。劇場で見てた。すごいな、みんな見てる。輝きありがとう。神ありがとう。輝きありがとう。いろいろとお疲れ様です。ありがとうございます。神ありがとう。花束ありがとう。こんばんは。こんばんは。 GMM で見て感動した。本当に神ありがとう。泣かなかった。東海のスケジュール考えながら配信見ます。東海来てくれるの嬉しい。ピーナッツだ。ピーナッツありがとう。あれありがとう。輝きいっぱい。輝きね、お話、握手会の日程ね、発表されましたね。これ聞こえました。ありがとうございます。万華鏡よかった。12期の歌姫ありがとうね。歌姫なんてそんなおこがましいんですけど、輝きありがとう。やっほー。え、ジュですねって。本当に本当にいっぱい、そんなみんな、え、そんないっぱい来てたんですか。え、はい、なんかさかさんもですか。ありがとうございます。神ありがとう。東海2部あるのおめでとう。あ、ありがとうございます。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 どこいちゃんときありがとう。お疲れありがとう。花田が一番可愛いよね。それニヤニヤするよね。神ありがとう。万華鏡は歌わり部分以外だけじゃ問題なくて、あ、本当にありがとう。いや、ありがとうね。神ありがとう。歌良かったですか。ありがとう。ピーナッツありがとう。落花生って言った方がいいんですか。昨日の公演ありがとう。本当にありがとうございました。あ、輝きありがとう。東海の武装ね、そう、確かにそうだわ。ピーナッツありがとう。音符ありがとう。あ、そうなんだ。1、2部、そうだね、握手会1、2部だったよね確か。でトークが3かな。今夜の声が多すぎて赤い。そんなに良かったですか皆さん。やだな、結婚していいよ。昨日 X でトレンド入りしてた。なんかそれ見たんですよ、あのツイあポストしてくださってた方がいて、そう見ました。行きやすい部よかった。二度目の方もありがとうございます。照れてあんまり花ちゃんの目かわいい。なるほど、ありがとう。え見ました。スクランブルエッグ編集長さんのポスト、幕張前乗りしてください。だるまありがとう。泣いてたの。みんな言ってた。詳しい感想はメールで送ったけど、ありがとう。くまちゃんありがとう。ギンギンのぶりこんばんは。自信満々で。じゃあ、あのね、本当に目合ったよ。輝きありがとう。サイルもありがとう。はんちゃん元気だよ。このありがとう、これなんだっけ、なんかなんて書いてあるか見れなかったんだけど、二度目の方もありがとうございます。幕張だけなら全部会いに来てね。こんばんは。輝きありがとう。神ありがとう。歌声に惚れた。本当にこんにちはのな。ハートありがとう。花の良さがサインしてもらえたら、うん、さやさん12期生勉強したい。本当に特会の握手会通称続いて全体画像作ってる。ありがとう。結婚していいよ。
ユニット万華鏡は願いかなって、やったー。ちょっと、はい、昨日改めましてね、本当にありがとうございました。あの制服の目公演初日本当にありがとうございました。見に来てくださった方も、モニターで見てくださった方も、 DM で見てくださった方も、本当に全ての方々に感謝しかない。ありがとうございます。すごく応募の数がすごく多かったみたいで、とっても嬉しいです。その期待に、あの期待に何ですか、そういう応えられるような公演にこれからしていきたいなって思いますので、よろしくお願いいたします。これからも、はい、倉本さんはそうですね、手紙のことだけ、あじゃあ手紙のことの時に、これはまあ言っていいかわかんないけど、言うんだけど、こっちゃんとかさつきちの顔とか、みやびちゃんとかの顔が見えて、ちょっとなんかってなりました。頑張った、ありがとう。制服目入りたいです。入ってください。虹の星ありがとう、虹の星ありがとう。そうです、今度はビームが、そうです、守りたいこの笑顔、ありがとう。こんにちはだな。そうなんですよね、本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。で、花のユニットは、まあ、皆さん何を想像してたかわからないんですけど、花は万華鏡でした。万華鏡、大人びた友人はでしたね。出れなかった同期の顔を思い浮かべて、そうですね、センターさんに申し込みました。じゃあ会えるかもしれないね。輝きありがとう。アーカイブは見返しましたか？あ、見返し、あのね、でも本当に一瞬しか見返してないです。なんかみんなが万華鏡褒めてくれるから、万華鏡しか見返してない、まだ一番うまかった。本当に嬉しい。二度目の方もありがとうございます。二度目の方もありがとうございます。ありがとう、万華鏡大好きおじいさん声楽しかったよ。万華鏡うまかった。本当、未完全の予告で泣いてるのは花なんですよ。でも、あ、めっちゃブサイクに泣いてて、あ、やっぱりなんか、どんだけ泣いてもブサイクなんだなって思いました。そう、万華鏡ですか。アカペラでいいのが歌えるけど、そんなさ、あのあれなんですよね、あのなんか舞台に立つと声が出るの。嬉しい、褒めてくれると。みんな二度目の方もありがとうございます。泣いてる顔かわいくないよ。万華鏡って振りが意外と、いや、難しかったです。いや本当にね、こんにちはなな初日お疲れ様です、ありがとうございます。そう、なんか、え、でも結構本当に最初の4曲でバテるんですよね、本当に。あの子、制服の目公演、歌唱力を褒めるファンが嬉しいです。本当になんかいっぱいポストとか、なんか、あ、今日したポストにも返信ですごくなんか歌のことを褒めてくださる方が多くて、とっても嬉しかった。こう、ありがとうね、ありがとう。花が言っちゃうかわ、ありがとう。昨日で見つかった感ある。そう、なんかなんかさあのね、花なんかゲネプロの時に、いや、ありがとう、みんなうまいって言ってくれて、フォローありがとうございます。ゲネプロの時になんかそのおばとかが来てたんですね。で、おばとそのなんか関係者の方がお話ししたらしいんですけど、なんかそのオーディションの時も審査員としていた方がね、お話ししたらしいんですけど、なんか私はオーディション時は歌要員で取られたわけではなかったっぽくてなんか歌う前の最近知りましたって言われたらしくて、あ、じゃあ私なんて方か余計分かんなくなっちゃったっていうずっと
その自分はそのあの歌しか取り柄がないって思ってたから、その歌だと思ってたんだけど違ったらしいんですよね。でも良かったです。そうありがとうありがとう。そう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 、何要因かちょっと分かんないんですけど本当ありがとう、結婚したらいいよ。そう、でもねやっぱりね、私 DMA を見まして、あのちょっとだけ見たって言ったじゃんか。でそれでなんか本当にあの太って見えるなって思ったので、なんか多分みんな実際会うとそこまで太ってるって思わないと思うんだけど、思わないと思うんだけどって自分で言うのはあれなんですけど、なんか DMM で見るとより太って見えるから、ちょっと痩せようと思いました。次の公演までにちょっと絞ろうと思いました。涙要因って、だって私泣いてないよ、オーディションの時。バラエティ、そんなバラエティみたいなこと言ってないけど、岐阜面、あ確かに岐阜面かも、お母さん要因かもしれない、あダンス面、ワンチャンダンス面、ダンス面かもしれない。そう、なんかその周りが痩せてるし、なんか本当にあの多分あのあれね、そうビジュアル要因、あのあ分かった、垢抜け枠どうですか、今後垢抜ける枠どうですか。幕上がる前はあちょっとだけ泣いてましたね。毎日アイス食べてないし飲んでないよ最近。こんばんは、初見さんありがとうございます。バラありがとう。癒し要因確かに、王道アイドル伸びしろ守りたい、確かにそうですね、伸びしろありますよね、ね神ありがとう。そうだから頑張ります、ダンスできるように頑張ります。垣根さんが泣いてたのは本当ですか、あ泣いてたかも。そうお肉見つかりました昨日やだ神ありがとう。ガチ恋要因、ガチ恋なのみんな、伸びしろしかない、ありがとう。初音もありがとうございます。ガラケーで歌うまでしてたけどめっちゃうまかった、ありがとうありがとうね。綺麗になったらどうする、そんなことないですよ、最後も感極まって、まあまあでも泣いてるように見えなかったでしょ。で泣いてないです、泣いてたら、そう幕上がる前はちょっとね、え、かきれなだよね、かきれなは泣いてましたね。カラオケよりもさらに向かった、本当に小サイズ入ったら、あ入りました、入りました。え、そういえばね、あのそういえばねっていうか、あくまちゃんありがとう、これ何か鬼なのか、節分のくまちゃんか、かわいい。こんばんは、初日お疲れ様でした。お疲れ様、岐阜県出身のメンバー個性が強いそうなの、あそこは泣くとこ、そうだよね、神ありがとう、輝きありがとう、歌めちゃくちゃ良かった、ありがとう、キュンキュンラブリー。劇場の真ん中でペンライト振ってました、あじゃあ目合ってました、節分ギフト、そうだね、可愛い。え、プレゼントは私のは届いてないです、まあゼロです。でもなんかココハに聞いたら、なんかココハも今回初めてもらったって言ってて、だからなんか届くのが時間かかるって言われました。まあいいですよ、みんなからの愛を受け取ってるので、普段からアーカイブについて見てくれて、あちこち見るべきところが多すぎて、そうだよね、みんな可愛いもんね。肉は鬼は、あそうですね、鬼は外しなきゃこんばんは、虹ありがとう、もっともっと歌声聞きたいわ、ありがとう。何欲しい、え、そんな、なんかそんな、なんかさ、わからないです。でも何でも嬉しいかな、普通に。でもあのこうやってショールーム来てくれるだけでも嬉しいから、全然そんなそんなそんなって感じなんですけど、そんなそんなですよ。プレゼントと手紙、あ、お手紙嬉しい、お手紙欲しい、お手紙は欲しい。こんにちは、のな髪手最善で見てた、マジマジ、すいません、じゃあ悲しい思いしてないから大丈夫だよ大丈夫だよ、そんなそんな、だって
そんなね、だってプレゼント目当てでやってるわけでないので大丈夫です大丈夫です。歌うまいですね。ありがとうございます。パフォーマンスしてる時の笑顔がす、ありがとうございます。あ、そうですよね、大谷さん卒業公演、卒業おめでとうございますですけど、ちょっと悲しいですね、同い年だったので。もっとお話ししたかった。輝きありがとう。さく花さたのこの世にの時間で。あ、そうね、初日お疲れ様、ありがとう。とりあえず東海です好みたくさん知りたい、嬉しい、ありがとうね、来てね。昨日は帰国途中で投げれなかったけど2月11日は来て、絶対来てね。昨日はサイリウム持ってが足りなかった。馬劇は折り目が歌う馬だから比較されがちだけど負けて、ありがとう。枯葉、枯葉ですか、枯葉声合うかな、私結構声が太いんですよ。2月11日はミヤミュー、はい、もちろん。まだの寒いでかい、カイロ、カイロありがたいですね。明日からの資金に。何をですか、何を、何、研究生一人だけプレゼントもらえなかった。いや、他にももらってない子はいたので全然あれですよ。あちゃんの時だとクリームと目が合ってた時だ。いや、あのですね、私はもう本当に今回の公演ちょっと立ち位置的になんかくるみさんとちょっとなんか絡むとこが多くて、いや他の子の数は知らないんですけど、知らないっていうかあんまり覚えてないんですけど、まあ個人的に、まあ、多かったかなって思ってて、くるみさんとの絡みがいい。ちょっとありがとう虹の星、先輩メンバー、はい、髪の毛たくさんいました後ろの方に。でもなんかって感じでした。なんか髪切れ、ありがとう。アイシャドウ実は、ね、そういうこと言わないで、アイシャドウの方が可愛いとか言わないでください。今日帰りありがとう、今頃来ました。初音もありがとうございます。花のいつ泣くか注目してた。え、そんな涙にあれですか、枯葉見たすぎる。本当、こんばんは、花です。花です、ずっと待ってたんですけどみたいな先生ね、ずっと待ってたんですけど、こんばんは。パワフルな歌声良かった。本当ですか、めっちゃくるみんちゃんと絡み、え、そうなんですよ、本当にアンテナの最初もそうだし、なんか本当にあの仲間の歌のところもなんかこうやって見てました、皆さん定点で見てください、こうやってハートのこのこれこうやって、あ、違う、手こうやってこうやってやってたんです。あと手紙のこともやったんです。ちょっと本当にうれしい。制服の目公演で一番好きな衣装は何ですか。プール、普通の全員曲だったら水のないプールが好きです。だけどやはり圧倒的に万華鏡が可愛いですね、個人的には。はい、くるみさん可愛すぎて、本当にくるみさん可愛すぎて目合ったらニヤニヤしちゃうんですよね、本当に本当に弱くて、くるみさん可愛すぎてやばいんですよね。結婚していいよー。さくちゃんとは、さくちゃんはとは、さくらさんですか、お写真撮りました。いや、さくらさんも可愛いんですよね。さくらさん、さくらさんも可愛いんですよね。さくらさん緊張するよね、わかるって言ってくれます。さくらさんもお見送りの時隣だったり、なんか万華鏡で一緒だったのでちょっとお話しする機会とか多かったり、その MC が多分2回とも一緒だったんですよね、さくらさんと。だからそういう時にお話しする機会がちょっと多かったんですけど、あの可愛さはどうやったら出せるのか、全然すごいですよね、あれはもう才能ですよ、本当にあの可愛さ、えぐかわです。はい、えぐかわって感じです。神、ありがとう。そう、くるみさんに釣られましたね、読解とかの一時申し込み。ちょっと一時申し込みあるらしいですよ、明日から。皆さん、皆さん申し込んでください、ぜひ。2部あるので、2部握手が、
握手手袋なしでやりたいな。待つの得意そう。あ、待つの得意です。後ろの方だったけど、え、見えました。ハート、ハートのサイリウムだよね。見えたよ。すごい目に入る。あれ、未完全の花なんか頭にあるんだな。まあ、未完全は未完全でお楽しみにしててください。ちょっと未完全のことはちょっとネタバレっぽくなりそうだから、あれはもうずっと待ちますよ。ありがとうございます。いや、くるみさんマジで可愛いんですよ。待たされてるのに似合いそう。どういうことですか。星ありがとう。あ、星じゃない、輝き、こんばんは。なんかイチャイチャして、え、そうなんです、めっちゃイチャイチャしちゃって、えって感じなんですよね。本当に本当にやばいんですよ。本当にくるみさん本当にやばくて、いや本当にやばいんですよね。私はもうくるみさんにはもう練習の時からやられてるんですけど、さくらさんはあのアンダー20のナイスミーチューの時からやられてますね。はなちゃんの枯葉ね、なんで来ないのって、え、問い詰めようか。え、ね、なんで来ないのね、私ずっと待ってるって言ってんじゃん。電話かけますよ。はなです、ずっと待ってたんですけどって言った後にもう一回かける。なんか私だったら留守電話残さずに何回も何回もそのなんだ不在着信入れます。そうです、くるみさんはやばいです。本当にもっと見たいと思いました。見に来てください。2度目のお前、ありがとうございます。そうです、ボックス持ちは私です。楽しそう、満足の公演だった。はい、万華鏡可愛いですよね。衣装、水のないプールは毎回涙します。わかります。あれはもうなんか、もう全てがいいですね。歌詞がいいです。だるまありがとう。万華鏡の歌詞はどう読み取りましたか。歌詞、もう私の 歌い方はあの曲調に頑張って寄せようと思って歌ったんですけど、でもと感染先生いわ生きがいとかブラブレソーでは、え、難しいですよね万華鏡の歌詞って。ちょっと難しい。でもなんか踊りがなんか万華鏡を意識してみたいな感じだったから、なんかスカートをフリフリみたいな、そういう感じ。とろけそう。そう、こんばんは。そう、さくらさんともね結構好きとってやりましたね。素敵素敵。こんにちは、ナナン。ナナン好きなメンバーどんどん増え、いやまだ2人、いやまあ11期の方だったらみんな好きなんですけど。もうそうですよ。輝きありがとう。全部オリジナル衣装のまま、オリジナル衣装のままなんだけど、私は確か制服は、でもこれってあの違うの、私あのえあのさえこのショールームでさあでもちょっと制服はこれ名前出していい人なのですか、ちょっとわかんないんですけど、あのじゃあ、まあ名字出せばいいですかね。オリジナルのオリジナルなのか、ちょっと待ってください。私の制服にはえっと紀藤さんって書かれてました。大丈夫ですか。大丈夫ですね。ちょっと待ってください。紀藤さんの衣装をお借りしました。地域の先輩も圧巻のパフォーマンスだったね。思い出以上本当にすごいですよね。11期DD ですか。まあ DD に近いですね本当に。制服の上だと先輩してて、あ、そうですよね、年末からサックとから、そうですね、さくらさんとちょっと絡むことが多いです。ありがとう輝き。
いや本当にさくらさんは天性のアイドルって感じがするんです。本当に歌声もそう、折り面じゃないかもしれない、折り面じゃないですよね多分。でしかも私の緑のあのダウトとかジェラシーの衣装は北野さんって書かれてましたよ。ルカさんかな、ルカさんの衣装ですかね。同じ匂いがする、本当。え、そうですよね、本当にさくらさんめっちゃ可愛くて、星ありがとう、 MC で一つ一つリアクションしてる姿も可愛かった、ありがとう、神ありがとう、こんばんは。今とっかの作戦立ってます、いっぱいに来てね、いっぱい来てね、いっぱい待ってるからね。配信終わったら計画立ってる、やったね。手袋なしでアクション、もしなんでなんでなんで、くるもさくもアイドル性高すぎる。さくの母の狼と、嬉しい、握手1部の12期もいます、私は2部ってことですか、うわありがた、ありがとうございます、みんながいてくれるからだよね、結婚していいよ。え、そうです、さくらさんもだから、あの、え、わかる、泣きそうになるよね、わかるって言ってくれます。なんちゃん友達が遅刻したらどれくらい待てる。この間は2時間近く待ちました、ハートありがとうございます。握手はとかトークは何日の何部に何着るとか、そっかそっか、そうだよね、そうだよね。え、めっちゃ期間あるよね、でも6月とかまでありますよね確か。やっぱり歌がすごかった、ありがとうございます、くるみさんかわいいです、おこなんかわいい。枠が全然足りないからうまく計画立てないと、お願いします、めっちゃ鬼で、はい鬼でします。あ、待って、これだいぶ前の話だな、特典会その日その電話サービスします。そう鬼伝です、初音もありがとうございます。そう、花が怒るとちょっとこう怒るっていうか、なんかまあ、え、だってあれってさ、枯葉ってあの好きな人を駅で待ってるってことですよね。そんなん駅で好きな人待たされとったら浮気じゃねってなるじゃん、だって普通に。何ですか、私は2番目の女でもいいとかいう女じゃないので、みんなの1番になりたい欲が最近めちゃめちゃ強まってきたので、どうです、1番にそうです、素材着信めっちゃ残します、友達に、そう友達が、だからそう友達にそうなんだよね本当に。これは長野の2人が似合いそう、それな、リハゲネで3公演はお疲れ、ちょっと疲れました、初音もありがとうございます。今あなたの後ろにいるのメリーさんじゃん、メリーさん、私メリーさん、ラブタオルありがとう。そう、踊り踊り踊り、歌うまいメンバーやってる、ありがとうね、そんな、ありがとう、あれ歌うま、ありがとう、虹ありがとう、今日も可愛いね、ありがとう、可愛い、ありがとう。狼とプライド見てみたいですか、どうなんでしょう、やるんですかね、私は。星ありがとう、星じゃない輝き、初2度目の方もありがとうございます。花です、ずっと待ってたんですけど、花です、ずっと待ってたんですけど、こんにちは、花なん、花なんの思い出以上とセンター、だいぶあれですね、そんな瞳で遠く見つめないで、ちっちっちゃ、万華鏡イメージしてますよね、ダメだ私切った顔してた、頑張って、キュートな花なん、もうクールな花なん、もうってオリジナルじゃないですよね。オリメンじゃなく、ちょっと待ってくださいね。そうそうそう、そうルカさんの衣装を私は緑のやつも着たのかもしれないですね。こんばんは。制服のメイン衣装、そう。いや10年前ってやばいですよね。海さんね、花も
ちょっとやばい。じゃあルカさんですね。さくらさんマジで可愛いよ。どうもありがとうございます。星ありがとう。2時間待たせると思う。いや本当にめっちゃ待ったからね。キュンキュンラブリー神ありがとう。え、どうみんな。あ、一番、あ、まあでもそんなめっちゃあれだけど、まあ、自主的に一番になってくれたら一番嬉しいなって感じ。一番にしてくれたらってこと、なんて言うんですか、私がなんか無理やりそのなんか、みんな一番じゃないとダメとかじゃなくて、そのなんか、まあ、私の魅力にどんどん気づかない間に落ちていって、あ、なんか気づいたら花のこと考えてる、あ、なんか気づいたら花なんで頭がいっぱいだってなってたら嬉しいなっていう話。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。ハートありがとう。浮気やろ。あ、どうもありがとうございます。それ単押しアカウントのね。待てないよ、待つけど。ハードル高い。地域との絡みが増えると怖い。え、そうなんですか。花は駅で一生懸命ってことグラビア用意。あ、ありがとう、輝きいっぱい、輝きいっぱいありがとう。花菜、はい、こんばんは。ちょっとこれ、そう、思い出以上、だいぶ来た。思い出以上本当にかっこいいですよね。アイスありがとう。思い出以上ね、かっこいいよね。明日はないのに、てってて、枯葉のステーションやってほしかった。でもいつかやれるといいなって感じ。でも枯葉やるときはちょっと舞台用のなんかさ、太い声じゃできないと思うから、ちょっと頑張りたい。キャハー、花なんかわいい、ありがとう、かわいい、ありがとう。第6巻の衣装は嫌です。あれちょっと嫌ですとか言っちゃいけないけど、いや、ちょっと痩せてから着たいです。あ、ほんと、オーディエーゾ、ほんと、神ありがとう、神ありがとう、ココありがとう、輝きありがとう、今日も可愛いね、ありがとう、誰もありがとう。あ、じゃあセンターになったら考えます。あらあらあら、あ、だいぶ違いますね。ちょっときっとこれからどんどんファン増えますよ。ありがとう、いつも花のことでいっぱい。ほんと、あった、ありがとう。じゃあ僕も一番にしてくださいね。いや、みんな同じです。みんな同じレベルで一番なんです。みんなナンバーワン。ミヤビームとオオカミとプライド寄りたいの。つまり沼れってことか。そうです。さくらさんはめっちゃ可愛い。昨日入って花菜への愛が増えすぎてます。あ、やっぱり声は最高。そうだね、花菜一番ですってなったら推しの勝ち、説教もらう。確かに。モンジュール、改めて制服の目公演、制服の目はいいなと思いました。そうですよね、ありがとうございます。でもそうやって思ってもらえて嬉しいな。よかった。こんばんは。見たけど移動の時あんまり床見ないで移動してて偉かった。意識しました。前見ようと。目あった、いっぱい。輝きありがとう。第6巻の赤の衣装、真ん中じゃん。あなたの勘や。23時58分には花菜の抽選会申し込みました。ありがとう、輝きありがとう。お、これは来たぞ。ダンスも含めて一番難しかった曲は、難しかった、そうだな、難しかった。え、そうだな。え、でもやっぱりかっこいい曲は難しかった。楽園の階段とか、ジェラシーのアリバイとかは難しかった。ちょっと。そう、難しかったです。上の階段もね、マジで難しい。あのね、私本当にね、どうやってもダサくなるんだよね、なんか。ちなみに私が誰のポジションだったか分かりますか？輝きありがとう、いっぱい。今週の土曜のサイン会が楽しみだよ。
もうそんな時になったの。今週の土曜なの。私サイン会できる用の服買ったんだ。輝きありがとう。生誕祭入りたいよね。入って。DMM のカメラあんまり見ないように言われたような。あ、そうなんだよね。え、眼鏡歪んでたの。そう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 。あ、なんかさ、どうやってつけたのか分かんないけどさ、ちょっとよく分かんなかった。ダウト、ダウトも難しかった。ダウト難しかった。緊急性すごいってたくさんの人が昨日の公演見て思ったはず。嬉しいです。ありがとうね、みんな。だいぶ追いついてきた。あ、ね、だいぶ追いついてきたよね。ダウトも難しい。楽園の階段は本当に難しかった。週末特典会、違う名前の人。神、ありがとう。こんばんは。前の配信、ジェラシー難しい。いや、ジェラシー難しいよ。初音もありがとうございます。セリ怖かった。かっこいい曲、表情作るの頑張ってた。あ、本当？恥ずかしいな、なんか。ケンケンダムリー。12期の公演のポジションが分かんない。私はあれです、大家さんです。サイン書くの忘れないでね。まだ書いてないんです。だからここにあるんですけど、違うものとかの握手会できる服アピールポイント。そうですね、そう、歪んでた気がする。虹色の星ありがとうございます。あ、追いついた。そう、まさなさん守りたい。この笑顔ですか。ありがとうございます。分かんない、それでなのか分かんないですけど、制服の目で歌いやすい曲は何かな。合格、いや、手紙のことかな。神、ありがとう。お、ようやく帰りました。コメントできます。ハートありがとう。花束ありがとう。花束ありがとう。あ、そう、衣装は違います。こんばんは。手紙待ってます。書きたい、手紙書きたいです。売らないでね。バラありがとう。輝きありがとう。チュチュチュン、タタタタン。そう、手紙のことの時に私普通にあのアンズさん側、アンズさんが歩いてくる側だったんですけど、そのアンズさんがこうやって、あの、私アンズさんの方向かずに手紙書いてるんですよ、こう外で。その時にアンズさんがね、通る時に私のほっぺをツンってしたんです。ってなりました。制服の目入りたいって言ってました。嬉しい、ぜひ入ってください。二度目の方もありがとうございます。初音もありがとうございます。はやちゃんも誰かの生誕祭で手紙書くのかな。書くのかな。一生変わる。え、やばいですよね本当に。私さ、めっちゃ汗っかきなので、汗だくだったのにさ、そんなさ、躊躇なくこんな触っていただけて、なんか申し訳なかったですよ。手紙読んでもらえますか。あ、そうですね、確かに。ところで夕方ビームが配信中に11日の公演メンバーってコメントして、知ってる、それ。私ビームに LINE 送りました。ビーム、みやびちゃんって送りました。アンドさんにほっぺ触っていただきました。初音もありがとうございます。手紙のことはさ、なんかいつもね、昔手汗でマイクを壊す、うん、手汗はあんまり出ないんですよね。え、そう、今日出演知りました。だから私2回目、そうです、2回目もありがとうございます。ありがとうございます。2回目も出させていただけることになったのは本当に皆さんのおかげでございます。アンズさんがリーダーシップと、そうだな、アンズさんもすごくまとめてくれるし、京香さんとかも結構、京香さんとかもいろいろ言ってくださいます。花さんには何色のインクがいいのかな。花は、え、だってさ、黄緑と黄色って見にくいじゃんね。だから普通に黒普通に黒
手汗は？あ、そうなんですね。犬塚さん。そう、ビームがないたら肩ポンポンする番。そうです、ビームといっぱい遊びます。2回目は終える。そうですね、そうです、そうです。プレゼント受け取れるようになった？受け取れるようになったけど、はなちゃんには届いてなかったです、昨日は。じゃあこれ別に煽ってるわけじゃないですよ、普通に。あ、青、じゃあ青にしますか。あ、どうもにします、2度目のお前、ありがとうございます。黒です、はい。お見送り先頭だった、そうです。そうだよね、そう、話しやすかった、そうだし、あのね、やっぱり先頭だとね、なんか普通っていうか今まで中間ぐらいにいたら、なんかそのあれなんです、やっぱり目を合わせてくださらない方もいたんですよね。だけどその最初だから結構目を合わせてくださる方が多くて、ありがとうございましたって言ってもいつも目を合わせてくれない方もいるんですけど、昨日はだからとっても幸せでした。ダメ人間のやつ、違う、いいんです、いいんです。そのビームのお世話はします。最近ミガゼ予告ね、ビームとサツキジ泣いてたよね、あそこ私もいました。あの場私もいたので、生サツキチビーム泣きを見てました。ハートありがとうございます。泣けるしか、ハナに会いに来て、最初と最後、そうだよね、二度目のお前、ありがとうございます。そうなんです、そう、最初だとみんな見てくれる、そんな別にいいんだよ、いいよ、そんなわざわざって感じ。必ず見送り最後になりますので。あ、そうなんだ、毎回全員と目を合わせるようにしています。嬉しい、それが嬉しい、そう、みんなここにいる方はみんなと目を合わせるようにしてください。やっぱりそのなんか、まあそりゃね、なんか、あ、あの子推しなんだろうなっていうのはすごくわかるんだけど、やっぱり目合わせてほしいです。そう、いましたよ、あの場に。発音ありがとうございます。ちょっともらい泣き したかな、でもけどそこは取られてないと思います。そう、お塩、まあわかるよ、お塩を逃せないのは。はなちゃんチラ見してください。あ、鼻かゆ、自己紹介 MC の合間にいて、気づいた、気づいたよね、これなんかちっちゃくやった気がする。え、ちっちゃくやんなかった、目と目合わせたけど恥ずかしがりや、横目で見るね、はい。見送りで睨まないです、睨まないです、全然ニコってしてます、目合わせつつ前の人との距離、確かにそれはそう、あ、推しの前後は確かに厳しい、うん、確かに推しの前後は厳しい、だから花一番前だから、多分ね、多分これから一番前なので、ちゃんと見てた、ありがとう、うん、目を見つめすぎると好きになっちゃう、いいじゃん、好きになってもダメなの、好きになったら。昨日の万華鏡で惚れました、嬉しい、ありがとう。初恋で高級のおじさんに目もみんな優しかったけど、あずっとけど、なんでお見送りは一応全員と目をいいですね、いいね、ゆうやん最後になるんだね、そうなん、水染めなくても目がそう思っちゃう、確かにそうだよね、いや、メンバーさんいました、清瀬さんって、まあまあでも大丈夫、私は睨まない、約束する、いやわかんない。神ありがとう、握手とトークなら握手したいです、握手がしたい、神ありがとう、二度目の方もありがとうございます、可愛い、ありがとう、主役がお見送りラスト、そうなんだね、私センターサイトが開けるのかな、
公園投げたいけど生徒はその更新に入ってほしいから。確かにそうだよね。曲中に指差し確認もしてくれてない。はい、多分いっぱいありましたと思いますね。睨むとかあります？てか睨む原因がなくない？普通にわかんないけど、ご褒美だと思うよ。ご褒美なの？なんかまだそのそこの領域まだ行ってないです。その多分先輩方はもうなんかみんなともう仲良くなってるのかもしれない。そうやってめっちゃ推ししか勝たん、ありがとう、ありがとう。なんかもうすごいみんなともうなんかお友達みたいな、なんだろう、そのりゅなんだろうな、なんて言えばいいんだろう。なんか感謝しつつ、その応援してくださる方とコミュニケーションを取るっていうのがちょっと私になんて言うんでしょう、まだその余裕がなくて、なんかずっとこうやってありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたってずっとやってるんですよ。だからなんかどうなんか全員に一回ずつありがとうございましたって言うようにしてるんです。だから通ってくる人全員にありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたってその目を合わせに行ってありがとうございましたって言うようにしようと思ってしてるんですけど、そのなんかそのそうでもなんか一人一人にちゃんと感謝を伝えたいっていう気持ちがあって、だからなんかめっちゃお話しするみたいなのがそのそうなんですよ。どうやってやればいいのか分かんなくて、ありがとうございました、ありがとうございましたってたまになんかそのお話しかけてくれる方とかがいるので、ありがとう、大好き、ありがとうございました、ありがとうございましたってやってるんです。前を通るときみんなにありがとうって、みんなにありがとうって、はなちゃん押すのサイン、確かに。じゃあ鼻押しはどうする？昔マリンさんが案内出てありがとうございます、やったね、しか一人一人に認知が足りない。じゃあ花のことが推しな方はどうしますか？何ポーズにする？こうやってやる？花に向けてこうやってやるみんなにありがとうっていう、そうだよね、目合わせない、そうなんだ、流れが早いと目も頭に花でも生やす、どうやってこうやってどうやってし、こうやってやる、カメアメハみたい、うわってキュンキュンラブリーポーズって何？花ポーズ、ちょっと待って、まとまんなかった、ちょっと待って、花ポーズかバッキュン、ズッキュン、バッキュン、エクボポーズ、ちょっとじゃあなんかさ、そのみんながやるのが恥ずかしくないやつがいいと思うんだその花は別に何でもいいんだけど、なんかみんなが帰り際に恥ずかしくないやつ、まあ、恥ずかしいとかないのかな、捨てた、何でもやる、何でもやるの、じゃあちょっと可愛いやつがいいかな、こうやってやったら可愛い、キュンキュンダブリーポーズ、キュンキュンダブリーポーズってどうやって、それにはそれ分かりやすい、何でもやるの、どうしようね、可愛いね、これ小指を伸ばす、これ可愛いじゃん、めっちゃシンプルでなんか隠れサインっぽくない、野球のサインみたいじゃない、なんかみたいな、これ可愛いよ、約束よみたいで、小指立てるのは恥ずかしい、
長いよ。あ、別に指長くないけど。間違って長い指出して怖いこと言わないでくださいよ。え、そうだよね。あ、そうじゃん。運命の赤い糸ポーズにしよう。天才、こうやってやってって言った人。なんで指切りゲーマーするでしょ、みんな。みんなさ、やるでしょ。小指は恥ずかしい。え、ハートは恥ずかしくないの？もしかして小指振るのはシークレット。え、そうだよね、シークレットっぽいじゃん。なんかさ、あ、指でも、え、でも普通にシンプルなのはやっぱりサイリウムつけたまま来てくれるとか、うちは持ってきてくれるとか、そういう感じだよね。グータッチポーズこうやってそのままお隣にも約束してみる。え、ハートはありがとうございます。ハートは普通にするの。赤い糸結んでおいで、みんなと結びたいな。ハートは普通にします。そうだよね、ハートはさ、でもさ、他のメンバーの方ともやるでしょ。他の子ともやるじゃん、ハートって。他の子もなんか大好きだよとか言ってハートやるじゃん。小指立てが流行ったらどうしよう。それはそれでいいですよ。ハートありがとうございます。鉄拳だとアンツさん、ハートだと他のメンバー、そうですよね。あ、タオルありがとう。これにしよう。やっぱりこれ、これかわいいよ。あ、じゃあこれにしてみる特別感作りたい。そう、これはちょっとダサいですよね。自分の胸に拳を当てる。こういうことって指切り鼻なんポーズ。小指が一番いいよ、やっぱり。ほら、小指だよ、やっぱり。そうじゃん、小指。お水飲む。これやっぱり小指が可愛いよ。小指にしよう。指立てるなら若干危険。え、小指なら大丈夫。中指は絶対に嫌だけど。人差し指はトゥース。トゥース。こういう、こういう角度。グー。あ、グーも大丈夫。指切り鍵盤だね。そうだよ。中指以外だったらどの指だってもいいですよどっかしらの指をじゃあ立ててきてください。人生でまだ小指立てたことない。嘘でしょ。スタッフに止められないです。どんだけ。小指でいきます。はい、やだ、中指とか。トゥース、すねながら。あんどうしよう、あくびが止まらない時期になってきた。確かにトーク会でも使える。中指以外の指だったらどれ立ってもいいです。こんなんでもいいです。はるなも自己紹介で小指立ててよ。そうする。そうするね。ね、こういう、そう、そう、私明日から春休みなんですよ。マジ嬉しい。やばくない？キャッチフレーズに入れ込んでみる。なんだろう。そこのあなた、花と赤い糸結んでみませんか？そうなんです、春休みなんですよ。マジで、うわ、追試とか書かれてる、最悪。追試ないことマジで祈ってます。ちょっと本当に本当にやばい。え、今日のテストマジでギリギリだったの。なんか文章を書くみたいなテストだったから本当にやばくて、でも時間ギリギリに終わりました。進級できそう。そうです、メド感ある。
最初の連絡、はい、単位取れます。こんにちは、ナナ。昼間も配信できるよ。そうだよ。でも昼間してもみんな見てくれるの。赤い糸で結ばれてる。あ、じゃあこういう風にしようかな。あ、何かに引っ張られたと思ったらあなたですか。もしかしたら私と赤い糸つながってるかも。岐阜県出身って。そうですよね、昼間配信すると見れないですよね。通し代わりに行ってくれるの嬉しい。昼休み。でも花もさ、普通にさ、昼はさ、ちょっとなんか寝そう。花も恥ずかしさはどこで。いや、私はだって恥ずかしいとかないですもん。だって私アイドルですから私はアイドルなんです。私はアイドルだから恥ずかしいとか言ってたらもうダメなんです。聞いてください、万華鏡のリハの時に舞台監督さんに、万華鏡のリハでね、こうやって終わってじゃんじゃんって歌い終わってで直しに入るじゃないですか。その時に舞台監督さんに、うわありがとう、くまちゃんの鬼のくまちゃん。舞台監督さんに、倉本歌うの好きなのって言われて、はい好きですって言ったんです。ちょっと褒められると思って言ったんです。はい好きですって言ったら、ちょっとどやりすぎって言われたんですちょっとちょっとどやりすぎって言われて、今 100% で出してると思うから80に抑えてって言われたんです何か本当に声を張らないと高い音が出ないと思ったから、めっちゃ声をでっかく出して、そうです、そうやってやってて、なんかそうめっちゃ恥ずかしかった。だからでも確かにめっちゃその時はどうやってたの、なんかなんでかっていうと、あれなんです、まあ、花の今見せ場って言ったらここしかないって思って、そうなんか、そうね、なんかそのゲネプロの前だったから、ゲネプロって関係者の方がたくさん見に来るっていう風なのを知ってたからさ、そのたくさんの関係者の方がいっぱい見に来る、いろんな方が見に来るとかなると、私はこれから歌で売っていきたいっていうか、歌でアピールを、自分のアピールをしていきたいって思うと、その気合が入ったんですよね。でリハでその初めて舞台監督さんに私の万華鏡を見てもらうってなって、その時にそのよし、じゃあ私は歌う前認識してもらいたいってなったから頑張ったけど、どうやりすぎって言われたので、ちょっと80ゲネでちょっと抑えてって感じで、ゲネと同じくらいのやつでやりました。そうなんですよ、私声量があるからちょっと声がでっかいんですよね。そうなんですよ、ちょっとどや感あったっしょ。そうなんですよ、そうなんです。なんか団体だからもうちょっと抑えてって言われました。ドヤ感あった、全体。そうなんです、そうなんです、だいぶ抑えたんです。てかだいぶ可愛く歌おうと努力した方なんですけど、ちょっとなんかマネージャーさんにも、あ、まだちょっと力んでるねって言われましたこんばんは、花なん。声量がめっちゃあるんです。今日かけるのが花ちゃんと一緒に歌うところ、私の声聞こえて、聞こえてると思うけど、私そんな声出してるかな。水のないプールでしょ。
私そんな声出してないです、大丈夫。歌うまかったね、ありがとう。今度仕事のために目に留めて、そうそうなんです。どうや、そう、どれくらいの人が、でもちょっと席は空いてたかなぐらい。全力度や、え、やだ。え、私は本当に声がでっかいんです。私失敗しないので嫌だ。初めましてですよね、初めまして。個性だから大事にして、いや、そうです、あのそれ、そう、なんかさくらさんにも、いや個性だよって言われて、なんかどうやったらそんな可愛く歌えるんですかって言ったら、はなちゃんそれが個性じゃんって言われました。はななんとこっちゃんの歌声が大きい。そうですね、そうですね、そう、マネージャーさんの時、マネージャーさんにも歌唱力があったらでよねって言われました。俺は良かった、本当？目立って歌のうまさ、あ、そういうことかな。声はしっかり聞こえた？本当？ちょっとなかったか。いや、花は多分もう声が出るんです。いや、もうちょっとね、本当にね、頑張って、ちょっと押さえてみたんですけど、うんって感じですね。虫のバラード。今度覚えてきますよ。確かに一人抜け、本当に、え、ね、そんな声でかかった？ちょっと待って覚えてもらったから OK 歌好きなんかなって見えてたんだし、ある意味、確かにある意味成功かもしれない。力みまくったの見たすぎる。本当に見せ場で全力出すのがいい。そう、ママ忘れてたからあった、本当あった。万華鏡のソロの時の声量、だってさ、ソロだしさ、一人でその場をしのがなきゃ、しのがなきゃっていう言い方じゃなくて、なんて言うの、一人でその場を保たなきゃいけないって思ったらさ、やっぱりさ、ちょっと迫力ないとあれじゃないですか。かわいい、ありがとう。高音になるほど声が細くなるから声量必要だからね。めっちゃボーカリスト、そうだね、そうだね虹の星ありがとう。歌唱力決定戦出たいです、本当にすごくいい感じだった、本当ありがとう、嬉しい。 MC でのアピールもとても良かったです、ありがとうございます。 MC めっちゃ苦手なんですよ。どうもありがとうございます。え、めっちゃ ABCD 送ってきてくれる。虹の時も聞こえる、本当。あ、そうだね、みゆちゃんとの、多分みゆちゃんと声質は合ってるんですよね。みゆちゃんの声質とちょっと似てるかもって思いました。そのなんて言うんですか、細くないじゃん、多分どっちも声が細くないから、それは合ってるのかなって思いました。シノバラード似合いそう、あ、覚えてくる。あ、そう、通る、そう通る。声の大きさは群を抜いた、本当よかった？え、本当に？よかった？大丈夫？あ、初見さんありがとうございます。こんにちは、ナナ。俺が予想してたよりはるかによかった。本当？嬉しいんだけど。発音もありがとうございます。モニカだともう細かいところまで聞こえるけど、歌声とっても綺麗だった。嬉しい、ありがとう。二度目の方もありがとうございます。え、みゆちゃんとはね、仲良しだから。みゆちゃんとはとかじゃなくて全員仲良しだけど、みゆちゃんとは最近特に仲良しなので、まあ心が通じ合ったのかもしれない。歌唱力ナンバーワン決定戦に出れるかも、出れるかな、出れるかな、どれだけプロが混じってる感じありがとう、なんかそこまで褒められたことないからありがとう。秋元さん太くて力、まあ、どっちかというとそっち系ですよね、私の声。いや、みゆちゃんマジでさ、うまいよね、わかる。てかみゆちゃんってさ、あのレッスン上で見るよりも劇場で見た方が何割もマシで上手、上手っていうか輝いて見える。だからみゆちゃんは絶対に劇場で見た方がいいです。そしたらもう虜。そう、え、これサラなの？そう、みゆちゃんね本当にね上手なんです。 MC ずっと動いてて本当MC 本当になんか私さ
落ち着きないんだよね多分。そう、落ち着きがないんですよ。だからね、そうそうなの、落ち着きがない。そうそうそう、みゆちゃん映えるんです。そうそうなの、歌も上手だし、初音もありがとうございます、歌も上手だし、手足も長いから、動きも大きいし、本当に上手なの。えね、ソロめっちゃ久々のね。ラブタオルありがとう、本見たくないけど、いや本当にそれなんだよ、本当にそうなんだよ、みゆちゃんって本当にそうなの。公園では全力花のコールしたつもりで聞こえました。本見たことない。違うバラありがとう、挨拶でないで、ただちょっと止まりました。そうですよ、花は強くなりましたよ、 MC 頑張った。みゆちゃん踊れる、めっちゃ。いやでもね、花もみゆちゃんの虜にって感じだから、まあそうですね、でもまあ負けないように頑張ります、負けないように一緒に頑張ります、みゆちゃんと。嫌です、教えんとかダメです。そう、スポーツ少女かわいい、ありがとう。え、最初セクシーって言うかと思った、こうやってやっちゃったからセクシーって言うか悩んだけど、まあクール、なんかかっこいいって言おうと思ったけど、クールでよかったかな。バラありがとうね。ちなみにリーナさんね、隣で歌ってる時本当にねすごく声が聞こえる。みーちゃん朝配信多いですよね、初音もありがとうございます、ハートありがとう、ハートありがとう。そうなんですよ、中学生って本当に信じられないの、ハートありがとう、初音もありがとうございます。切磋琢磨しながら成長してきたら、そうです、だから一緒に自主練行こうかな、ハートありがとう、ラブタオルありがとう。Sポーズ頑張りますよ、あれ本当にあれなんですよね、ちょっとこんなこと言うと本当になんか おばさんっぽいこと言っちゃうんですけど、本当にうっって言うんですよ、本当にこのソルじゃないですか、こうやってうっってこのなんかうっってなるのエースってやってる時あんな笑顔だけどうっうっってピーナッツありがとう、ピーナッツ、そうマジでなんか体変な風に反らしてるからか分かんないけどってこんばんは、神ありがとう、初音ありがとうございます。そう体硬いんだよね、そうエース頑張った、だからエース、そう体硬いのちょっとね、そうだからちょっと頑張りましたね。K とか E って体そうそうないじゃん、マジ S が一番きついと思います、しかも2回とも S だから。終わり、綺麗な S だった、本当そうです。え、なんて書いてあるの、腰分離症、リハビリが良い、きつー、かわいそう、一番しんどいポーズ、そうなんです、 S ポーズをポストしておきます、見たいかな、見たい、アーカイブ見てください。じゃあスクショ上げてて綺麗だと思った、マジちゃんと S になってた、筋肉痛、え、めっちゃ筋肉痛だよ今日、だから明日銭湯行ってこようと思ってS きついの本当に、神ありがとう。そう明日は学校は明日から休みだから、ちょっとさすがに歩いたりその腹筋したりしようと思ってさ、そうだからで歩いてそのままその流れで銭湯行こうかなって思って、え、かわいいお庭外、え、食べたてジャックきついです、アミノバイタル、あ、これ飲むのにもあるやつですか、え、飲むやつ、あれ、これ入ったら停止しちゃう
終わった、天使ちゃん終わった。虹色帽子ありがとう。え、銭湯ね、あのね、ここ何年か行ってないよ。29歳で制服の公演で行ったメンバーさんがいました。素晴らしいな。お寿司のぬくいの湯、え、行ってみたい。ジーキの先輩本当にすごいですよ。本当にキュンキュンラブリー。アミロバイタルはなんて書いてあるの、これ。疲れ吹っ飛ぶ、飲まなきゃな。飲む飲むの、え、なんなんなの。フォローありがとうございます。ギュって温泉よ。温泉か、確かに温泉多いかも。ヒエタのお汁、アミロバイタル、アミロバイタルって何ですか。あ、湯の花とかも、ね、あるよね。え、待って、もう漢字がいっぱいすぎてちょっと読めないんだけど。あ、下流、あ、下流ってあれか、なんかつあれか、美人の湯はぬめぬめで気持ちいい。そうなの、何があるんかな銭湯って。でもサウナに私あんまり入ったことがないから、ちょっと決まってこようと思います。ガン決まりしてくる。あ、水で流し込むやつ、なるほどね。え、なんか銭湯の違いとかってあるの。ないよね。そのそういえば今日前髪切ったの気づいた。岐阜の温泉といえば池田温泉。そうなんだ、整う、確かに整うやった。ちょっとやらかした、ちょっとやらかした、やらかした、ちょっと整うだね。ガン決まり、そう、でもガン決まり、家ではシャワー、あのね、私ね、お風呂浸かるのがあんまり好きじゃないんだよね。だから銭湯に行ったらなんかもうあれじゃんか、もうほぼあの強制的に湯船に浸からされるじゃないですか。だから銭湯がガン決まり整ってきます。え、前髪切ったの気づいた、わかる、わかるよね。え、お風呂に浸かる、結局使ってしまったらいいんですけど、あの浸かるまでが時間かかる。美人の湯、ガラスの、フォローありがとうございます。銭湯でしか使う、そうなんだよね、お風呂入るの、あー、お風呂入るの嫌い、うん、まああんまりなんか、まあこれね、うん、まあ私お風呂って感じ。まだ寒い、そう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 、ココハと一緒、半身浴で配信見てる。めっちゃ女子じゃん、いいなあ、すごいなあ。サウナ前は浸かるのおすすめ。そうなんだ、朝起きる時とお風呂入る時は本当にそうなんだよね。湯船に投げ飛ばします。え、やだ、怖い。そんな、え、もう本当にね、うん、言わないけど顔で表現するとって感じ。まずあのお風呂場に行くのもって感じ。正直化粧落とすのもって感じ。だから普段化粧しないの。できるだけ洗面所に行きたくないので。長島行った時温泉入った。あ、長島の時間あるよね。クレンジングシートだとさ肌荒れるんだって。そうなんだからね、ちゃんとね、ちゃんとっていうか私はクレンジングバームなんですけど、朝ちゃんする時もあるかな。こんにちは、花なん。そう、女子頑張るよ、女子頑張る、ありがとう。輝き、初もありがとうございます。2度目の方もありがとう。え、ほののさんと話合いそうですか。お風呂は毎日入ってる。いや、ハーも入ってるよ、入ってはいるけど。じ
で花お風呂嫌いって言ってないし、言ってない、顔で表現しただけだから。俺は花なんか好きだよ、私も好きだよ。朝のルーティーンない、なんかあんまりそのルーティーンとか決めるとできないんですよ。そう、それが毎日やろうって義務化になっちゃうから、ちょっとなんかやりたくなくなっちゃうの。お風呂自体というよりいろいろめんどくさい。そう、めんどくさいんだよね本当に。宣伝画像出来上がった、ありがとうね、ありがとう。スピンですから、でか通すアイドル、いや本当にスピンだから髪の毛乾かすのわかる、めんどくさいよね。でもね、なんかハナんちのドライヤーめっちゃサラサラになるの、だからなんかちょっと乾かしたくなってる。ちゃんとお風呂入ってます、シャワー派です。神ありがとう。お母た、地域のお母たも、お母たも部屋は綺麗に見えるから掃除はちゃんとしてるのかな。まあそうだねでもママが花が学校行ってる間にしてくれる時もある、くれる時がほとんどかも。湯船に浸かると疲れ、いやそれはそうだよね。公園のメイク普段と違う、昨日なんかすごい美人さんだった。まあ違いますね、将来ロケだってさ、ちょっとなんかちょっと濃いかもしれないけど、将来ロケとかでメンバーと入るってなったら平気。いいものを使うのもモチベの向上の秘訣、え、それのなになになに、キュンキュンラブリー。お風呂めんどい、そうだよね。え、シャワーヘッドは最近変わったんです、実は実は変わったばかりなんですよねジェリーだから清掃サービスに頼らないで、頼りません、頑張ります。ママはこれ見てると思うけど、私頑張る掃除。歌うますぎる、ありがとうありがとう。僕が欲しいものは愛さ。お風呂めんどくさがる先輩も多いよ。まあそうですよね。何の効果ですか？最近の JG ってプレゼント何もらうと嬉しいの？なんだろう、なんだろう、でもやっぱりやっぱお洋服とか嬉しいんじゃない？わかんないけど、花も友達にお洋服とかよくプレゼントするかな。シャワーのヘッド弱いから変えたい。シャワーヘッド、シャワーヘッドって何？シャワーヘッドってあれだよね、あのあれだよね、シャワーのさ頭の部分ってことでしょ。こんばんは、こんにちは、なん、シャワーのジャーって出る部分ってことでしょ。それだよね、お湯出るとこだよね、そうだよね、そう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 、変えたの変えたの。なんかピッてやると止まったりする、こうガチャってやると止まる、そうだよね、お湯が出てくるとこだよね。それなんか最近変わりました、なんで変わったのか分かんないけど変わった。あとお風呂のなんかお風呂溜めるやつも変わった。シャワーヘッド変えると節水できたりします。そうなんだ、あそうそう、ストッパー機能あります。あ、いいやつなのかもしれないじゃあ元で止まるっていうか、なんて言うんですか、シャワーでマジック落ちるやつ、え、分かんない。それはハーチャ専用ハートサイどんな感じだった？え、めっちゃ目立つ、あれハートにしてくれるだけで結構本当に見やすいから、なんかどこにいるか一発で分かった。あ、今日もひよこって思っためっちゃ見やすかった。化粧落としいらんやつとか、え、それはさすがにさ、そこまで水を信用したらあかんで。シャワーの威力増したか、増した、増したけど、なんかそんなめっちゃ落ちてるかどうかって言われたらよくわからない。
黄色黄緑は目立つ、目立つよ、目立つ目立つ、黄色黄緑めっちゃ目立つよ。なんか昨日も結構いてくださったんですよね。その結構黄色黄緑発見できました。 CM とかしてくる、して、あ、それじゃない気がする。そう、ハートサイリウムってマジで見やすいんだよね。しかも昨日会場に一人だけじゃない、ハートの方、マジで見やすい。え、そう、黄色黄緑めっちゃ見やすいんですよ。めっちゃ見やすい。しかもその劇場だから余計見やすい。何人いるっていうのも分かりやすいです。でも昨日はちょっと初日だったから、なんか制服の名ファンの方を落としにかかろうと思って頑張りました万華鏡上手くてビビった。ほんと、そう、万華鏡に、嘘、いました、ハートさえ。私ハート、え、黄色と黄緑のハート、黄色と黄緑じゃないのか。落とせた、落とせた、メイク、え、わかんない、落としたかどうかわかんない。さやさん歌うますぎて、本当に、え、ハートのサイリウム私推しの方はいました、あ、書き出直しか、え、え、それってバツマル、違うか、バツマルくんのアイコンの方じゃないですよね。落としにかかる、そう、落とそうと思って頑張って歌ったんです。どうです、今見に来てくださってる方の中でいましたかな。あ、他のクラブの方はいたんだ。あ、じゃあ黄色と黄緑のハートは一人だけだったからさ、めっちゃ見やすかった。しかも黄色と黄緑って比較的に明るい色じゃん、だから本当に光って見えるんだよね、青とかよりも。そう、え、やっぱりバツ丸のえ、金髪の方ですか、もしかして。そういえば2部あるってことで部ごとに服変えたり考えてたり、え、変えたいけど変えれるのかな。あ、じゃあカチューシャだけ変えるとかにしようかな。例えば1部はクマちゃん、2部はウサちゃんとか、どう。こんにちは、ななーん。あー、やっぱり金髪わかります、わかります。2部連続だと着替える時間はないかな。いや、ほんとに どうなんだろう。ラブレターありがとう。やっぱりカチューシャにする。バラありがとう。やっぱり着替えるは厳しいよね。じゃあ最初はおろしで行って、次ポニーテールにするとか、次ツインにするとか、どう？とか一部はえ、でもね、ウサギはやりたいなって思うの。ウサちゃん、ウサちゃんのカチューシャつけたいなって思うのね。だからウサちゃんのカチューシャは今度買おうと思う。で、あとなんか妖精さんみたいなのもやりたいから、ステッキとかも買おうかなって思う。ステッキと、あ、握手は、でも握手か、握手はステッキ持てないわ。何をしても鼻直し、ありがとう。そう、髪型できそうだよね。どんな花ちゃんでも会いに行きます。来て来て、いっぱい来て。ちょっとなんか2部、2部だからさ、2部あるからさ、あれじゃん、いっぱい枠あるってことでしょ。そういうことだよね、いっぱい枠があるってことだよね。人来なかったらちょっと悲しいからさ、ちょっと来てくれなかったら悲しいからさ、ちょっとお願いします、お願いします。ハズオもありがとうございます。いて初見さん、ありがとうございます。キュンキュンラブリー。そうだね、撮影会、そうだね、12期生で3番喜んでください。喜んでます、ありがとうございます。本当に
え、握手会は髪型固定じゃない。関東だけでごめん。いいよいいよいいよ、全然いいよ。関東いっぱい会いに来てください。不安にはさせません。ありがとうありがとう。衣装は今までパフォーマンスしたことある曲は切れます。そうなんだね。いや本当にね、楽しみだけどね。ちょっと滑走路っていう言い方は良くないかもしれないけど、わかんないけど、関東来てください。そうなんか、え、本当にね、この間は初めてだったからさ、やっぱりさ、人がたくさん来てくださったかもしれないけどさ、今回ってやっぱり2回目じゃん。だから滑走路伝わる、嫌だなんかちょっとうん、衣装マネージャーさんに聞いてみますね。じゃあまあそれでなんか、まあこの間初めてだったからよかったけど、今回は2回目なのでちょっと正直ドキドキしてる。ちょっと怖い。しかも2部っていうか3部だよね。トークと握手で合計3部もあるってなるとちょっとプレッシャー。でも楽しみだよ。全然大丈夫、全然あのそんなみんなに無理やり来てほしいとかそういうことじゃないけど、本当にまあぜひ会いに来てくださいツーショットは2部制なんだ。そうなんだね。握手にトーク1。そうまあでもおすすめはやっぱり握手だよね。会いに来て。え、全然大丈夫。愛知だけになっても全然嬉しい。ありがとう。ツーショット苦手。ツーショットってさ、肌が触れ合うはダメなんだよね。一緒にハート作るとかできないってこと。モバメ取りました、ありがとうございます。握力測りに来てください。じゃあ頑張ってギュッてします。花束ありがとう。花束ありがとう。初音もありがとうございます。さあ何時に終わろうか。45分くらいに終わろうかな。そっか、ダメなのかな。あ、じゃあ普通にシートでこうやってできる。ハート作りたいな。机挟むならハート OK。 そうなんだ、ハート作りたいです。ハート作ろう。ツーショットは一緒にハートお座り OK。 お座り OK ってなんかメイドカフェとかコンカフェみたいな言い方0時まではしないかも。45分までします。シートぶち破っちゃう。あ、ファンもマスクが2位。そうなんだ、いいじゃん。ハート作りに来て。ハートも作りに作りたいし、なんとなんだろう、ポーズ難しいね。エクボポーズ、あとそれこそさっき作った約束のポーズ、赤い糸ポーズとか。ずっと花のこと見ててねポーズ、制服の目ポーズ万華鏡ポーズ、あとなんでしょうね、ほっぺツンツン、こうですか。ホルダー付きで来てください。皆さんホルダー付きで来て、ホルダー付きで来て。ホルダー付きって言ったらとか言っちゃうかもしれない嬉しいよ、ホルダーとかつけてきてくれたら。え、ちょっと写真恥ずかしいですね。あれグッズ今日までだっけ。29まで受注販売してます。皆さん昨日で気になってきてくださった方とかぜひお願いします。あ、こうですか。
ハート以外触れるのはダメ。そうなんだ。あ、お、フィルまでだったらしいです。あー残念。サイン会のも持ってくからたくさん書いてね。はい、サイン会のも持ってくからたくさん書いてね。はい、ないだね。12時で終わったって。また次のグッズ買ってください。次グッズ販売されたら買ってください。フォローありがとうございます。ほう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 。そういえばなんかさ、あはどうもありがとうございます。最近全然映画行ってなさすぎてめっちゃ映画行きたいんですよね。当日大丈夫です。当日行きます、行きます。あ、週末か、あそういうことか。あーサイン会ね。オッケーオッケーオッケー。アキシャ両手とかクロスとか恋人つなぎとかどういうスタイルですか。郊外、郊外、こんにちはってやりたい。神ありがとう。会場でも帰るなら買ってね、ぜひ。はずいやつだ。はずいの、はずいの、やだ、やだかな。もう1週間来て、え、それな、やばいよ。恋人つなぎだよ。握手1枚、まだ握手1枚でいいか。ファン逃げ場なくなる。え、こうやってこうやってやって、ドキドキしてよ。劇場でも初めまして、してないから公園で会えるのは楽しみにしてるね。ありがとう、ありがとう。楽しみにしてるね、花も。輝きありがとう。恋人つなぎは倒れちゃうかも。大丈夫だよ、花がこうやってやるから。嫌ではない。じゃあいいね。ハッピーハッピー。前にテーブルあったら身を乗り出さないとその距離にならないかも。こんなもん。めちゃめちゃ好きならいいじゃんね。嬉しいね、みんな。おうおうおう、どうしよう、マジで緊張するけどな。お祝いんで透けないようにします。透けないよ。会えるのを楽しみに申し込みますね。お願いします。鳥の霊に見覚えある人が並んでるかもね。ああ、私は目の前の人に集中するタイプなので隣の霊とか見えません。目の前のあなたに集中しているので、その時間は私とあなたの2人の時間なので、まあまあ人がいなくなっても待ち続けるので他の霊は見ません。見ない。なんだ、安心しないでよ。え、だからって安心しないでください。私はずっと花です、ずっと待ってたんですけどって言うからね。もうなんかテレパシー送るわ。とりあえず丸見えです。いや、もうこうやってこっちするんです。やだ、見たくないよ、見たくないよ。見てやる。視界を遮るんです。そう、最初に名乗ってほしいです。名乗ってとか名札つけてきて。あ、そうだ、確かに霊の外にいる人を呼ばなきゃいけないんですね。確かに。こうやって待ってようかな。こうやって名札のハードル高い。名札ハードル高いかな。そっか、
名乗ってください。名札ランダム。あ、そっかそっかそっか、名札ランダムか。さあ、最悪自作してください、お願い我こそはって名乗るやつですか。はい、名乗って。握手はどんな感じがいい。めっちゃブサイクで止まった気がする。握手はどんな感じがいいかっていうと、まあだってさ、私たちってさ、たまにしか会えないじゃん。だからさ、あの、そのたまにの時にたくさん愛を伝えてほしいです。もうそうしてください。たくさん愛を伝えてください。そして花のどんなところが好きなのかとかも教えてほしい。どんな時に気になったとかも教えてほしいし、花は結構聞くのが誰と言っても結構聞くのが専用なんですね。聞く線みたいなところはあるんですけど、サインみたいな名前書いてあるから分かりそうですが、確かに確かに確かに、同じくちいかわの草むしり検定のやつでかわいい。え、昨日名札見たよ、見た見た見た。こんにちは、花奈、こんばんは、輝きありがとう、こんばんは。好きなとこ100個チャレンジ。そうだそうだそうだそう、ちょっとね、告白してほしいかもしれない。あ、じゃあその日一日お題決める。いらない。この時は何を伝えてください。この時は、あ、そう、ショールームの名前言ってくれたら、まあなんとなくはわかるかな。こんばんは、私のことを好きになってくれる方。なんだろう、でも何がいいかな。でも何でもいいよ。なんか今日の朝何食べてきたかとかでもいいよ。今日の朝は花ちゃんに会うためにこんなことをしてこんなことをしてきましたとかでもいいです。今日の朝は花ちゃんと会うことを考えながら準備をしていたら遅刻しましたとかでもいいです遅刻しないでねオイラでわかりますか。あー、でもわかるかもしれない。聞きたいですか。いや、なんでもいいのね。なんで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 、だってさ、だってさ、だって私もみんなのことが好きだから、みんなのことが何でも知りたい。わかる、この気持ちは。だってさ、全然何もわかんないじゃん、私生活とかは。初音もありがとうございます。お、45分まであと3分、ことで壇上やもうかな。今日12期生の X を見て、花ちゃんを初めて知ってショールーム見に来たよ。嬉しい、ありがとうありがとう。とりあえず職業と年収の報告から始めようか。いや、それはちょっと気まずい。どういう反応すればいいかわかんない。SK は押しはしないから遅刻したら。そうですよ、生活興味ある。いや、なんか何食べてるのかなとか。酔っていく来て。じゃあそう、遅刻は絶対ダメです。みんなの年収聞いちゃう。年収はちょっとなんか、私まだ何が高くて 何が低いのかとかわかんないから。そんな、なんか私生活知りたくないかな。まあ、でも他の、どんなお話、なんか釣ってくださいとかでも頑張ってやる。萌え台詞とかもやります。そんないいですなんで預金通帳。はい、壇上見ます。はい、壇上。ちょっとこれ立つにします。よいしょ。見て、フォロワーの方が3487、花です。そう、仲良くなりたい。そうです。はい、じゃあ13位の方から、
13位黒猫ありがとう。12位メロンパイヌありがとう。11位カステラありがとう。10位テニスボールありがとう。9位マイメロありがとう。8位リラックマありがとう。7位を猫、魔女猫ありがとう。6位かわいいクロミちゃんありがとう。5位パンダありがとう。4位パンダありがとう。3位アマビエありがとう。2位キョムヒヨコありがとう。1位飛行機ありがとう。ありがとうございました。本日もそうですそうです。今日公園入って大阪帰ってきた。やばいですね、私生活がやから。やん、ありがとね、みんなのおかげでちょっと楽しくアイドルできてるよ、ありがとう。ってことで本日は以上です。ありがとうございました。サイン会楽しみにしててください。私も楽しみにしてます。それではまたね、バイバイ。明日ももしかしたら配信するかも。春休み満喫する。ありがとう、ありがとうね。またな、またな、おやすみ、またな。